はい、皆様おはようございます。札幌郷土探究チャンネルです。で今日はですね、まあ、こちら、うん、昭和初期の手稲本町商店街、まあ、ガルガワ商店街とか手稲商店街とかとも言いますけど、まあ、昭和初期の時代ですね、の、えーまあ、地図ですね、を書いてみました。まあ まあこの原版が結構手書きの地図なんですけどおそ、まあ、らくは、まあ、いつの時代なのかわからないんですけど、まあ、年配の方が書いたものなのかなというものを、まあ、ちょっと私の方でもまあそれを真似して手で書いたっていう感じです完全に手書きなんでもうガタガタですね <laughs>、はいまあ、申し訳ないですけども、まあ、あと縮尺も実際とは若干まあ異なるかもしれないですね はいえー、ところで今回この地図を見て気になったところがありまして、えー、ここですねもしかしてこの橋の名前の読み方が軽川橋だとすると橋の名前が国道側に移ったことになります。1965年、手稲町のの観光の 私たちの街、テイネという本があるんですけれども、こちらですね。まあ、こう見ていただくと、大体、まあ、ここがテイネ駅なんで、まあ、なんとなくこう同じ感じの面影がまだ残ってますよね。で、えー、ガルガワ橋、いうのがカルガワ橋、ここなんですよ。 書いてあるのがだちょうどここがここになるわけなんですけれどももし、まあ、この橋、まあ、ガル川っていうのは後に暗全化されてしまうんでまあここのガル川街道に架か,かる橋っていうのはなくなるんですけどももし橋の名前が国道側に移行したっていうことが考えられるっていうことですよね。 このまあ私たちの町テイネというまあ札幌郡テイネ町立テイ稲北小学校まあ観光はテイネ町郷土読本編集委員会なんですけれどもまあここでこの本の中にまあその国道5号のことが書いてあるんですけれどもまあこちらの国道が整備されたまあ本格的に舗装されたりしたっていうのがまあ昭和28年であると。 まあ私の動画でも、あの、追い分け橋で昭和28年の名盤が残ってるということで動画出してるんですけれども、この本の中で、その、国道のガル川に架かる永久橋やサンタル別川に架かる橋が昭和28年竣工になっているのもこのためですって書かれているんですね。ということは、まだこの時代の国道5号のガル川に架かる橋っていうのは、 もしかすると永久橋という名前だったのかもしれませんそれが何らかの理由で軽川橋という名前に変えられてる可能性というのも否定できませんっていうのはまあ今回この軽川街道にかかる橋が軽川橋なのかまあ軽川橋なのかわからないんですけれども名前であるということからまあちょっと。 疑惑が出てきたっていう感じです。はい。まあ、こんな感じで、えー、本町商店街ですね。今も残ってるお店もあったりします。まあ、例えば、藤の湯なんかは有名ですよね。うんと、1945年の記録にも、うんと、拓北農兵隊の杉並区の人たちかな。 が、まあ、ガルガワ駅を降りて、藤の湯で疲れを癒し、ガルガワ国民学校に入ったという記述があったりします。ちなみに、同じ日に、今の江別市の角山に、世田谷区からも入職してますね、えーと。中央バスかな、世田谷とかっていうあのバス停があったと思うんですね。あと、セタ豊平川のセタも、世田谷のセタですね。 まあ、あと、今に残る店としては、まあ、美濃和製米所、そのものは残ってないんですけど、丁寧駅南口に水車という、まあ、お米を使ったお菓子屋さんですね。まあ、お餅屋さんって言えばいいのかな。大福とか、まあ、売ってる店なんですけれども、お団子とか。まあ、そこが水車っていうお店なんですけれども、ルーツがこのミノア製米所にあって、 なんかガルガワの水で水車を回してなんか米を引いてたらしいですね。まあそれでなんか水車ってしてるらしいです。これは実際に聞き取り行いまして、まあ店先に書いてあるんですよね。初代ミノワ総三郎がなんかガルガワのほとりでうんたルかんたラみたいな。で、ミノワ精米場、まあミノワさんっていうことなんで、ミノワ総三郎結構有名で、低熱町の町長とかやってた人なんで、まあ、名前としては聞けばすぐわかるっていう感じですね。 まあそれから今に残るお店船木旅館。今は応用ホテルになりましたけれども、まあ、船木旅館ありますよね。えっ、ー、と、中村五福店っていうのも、今建物だけはまだ残ってますね。お店はちょっと閉店しちゃってます。まあ、あとはどうでしょうね。っていう感じです。まあ、やっぱり再開発とかもしちゃってるんで、結構ね、 今からは想像もできないような感じかなと思います、はい、えちなみに、えー、当時はまだ手稲村役場っていうのはこっち側にあったんですねこのあと陸軍の、まあ、通信施設があった場所が、まあ、国道の上の方があった場所が、まあ、ちょっと移転するっていうことで、まあ、そちらの方に役場を移転するっていうことになったんですね それからこちらですね。前田農場の事務所です。及川さんのところと。まあ、この辺りとかはもう今、石狩手稲通りの,あの高架道路がこっちの方にこう敷かれて、まあ、ガルガワの上にそのまま入ってくるような感じなんで、まあ、この辺はもう完全に道路とかなっちゃってますね。で、まあ、石狩街道の旧道区間として、 ああ石狩定義線の弓道区間っていう動画で私この辺歩いてますね今この辺が西友になりますね明治牧場、えー、ちなみに明治牧場の明治っていうのは、まあ、明治乳業の明治なんですけれども、うん、ともうちょっと古い時代だと極東農場とも言っておりましたえー、っとここの他に極東農場は樽川にも 牧場がありまして、メイニューシティというバス停がありますね。あの、商業施設の名前なのかなと思われます。あと、稲積公園の西側に、稲積明治北公園と稲積明治南公園という公園もあります。はい、こちらもまた、明治乳業、まあ、極東農場にルーツがある名前であるということですね。 ちなみに明治といえば根室にある明治公園非常に有名なんですけれどもあちらは北海道練乳という会社のルーツにある、まあ、明治ですね札幌県は主に明治乳業というとかつて極東農場、まあ、極東練乳という会社でしたあちこちに収入場、まあ、ここにも見受けられますけれどもありまして、まあ、明治 極東農場というのは結構広く入収入所を持っていたようですね。はい。それからまあ、形跡軌道ですね。んと石狩の市役所あたりまでありました。まあ、この頃は一部まあ石油なんかも運んでいましたね。この日本石油。えー、これがまあ、今のロータリーあたりですかね、北口の。 1945年に空襲にもあってます。はい。まあ、ちょっとざっくりとですけども、まあ、こんな感じで、うんと、まあ、本町商店街の昔の姿ということでですね、えー、地図を描きました。はい。まあ、もし何か。 質問などありましたらコメントの方からよろしくお願いいたします。では、今日はこの辺で失礼いたします。